はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。昨日ようやくですね、授業参観のお話ができまして、ね、勝手に1週間、伸ばした、1週間じゃない、1日伸ばしただけですけども、ようやく授業参観のお話ができてね。で、その流れといったらなんですけども、うちの娘が小学校2年生なので、皆さんもね、経験があるんじゃないかなと思うんですけれども、小学校の2年生だと算数でですね、九九というのを覚えるわけですよね。九九。わかりますよね？九九九九じゃないですよ。私たちの世代はもうちょっと前ですかね。九九といえば、クッククック、私の青い鳥でしたけれども、そういうのじゃなくてですね、陰1が1、陰2が2という、あのククですよね。皆さんも今だいぶ大人になったね、この時代でもですね、まあ何かの時に使いますよね。3412とかも当たり前のように使いますけど、それをまあ小学校2年生でまあ覚えるわけですよ。で、私ももうね、小学校2年生の時がもちろんありましたから、覚えた記憶がありますね。小学校2年生の時、私は男の先生で田島先生というね、方がひげジョリジョリのね、黒縁メガネの、今でも覚えてますよ。ちょっとね、どちらかといったらこう怖いイメージの先生でしたけれども、一の段からなんかこうマスみたいのが一人一人あってね、それをこう先生に確認してもらったらなんかスタンプをもらうみたいな、そういう感じで一の段からだんだんね覚えていっておりましたけれども、娘に聞いたところによるとね、今ククの歌があるよとね。やっぱりそれは令和の時代ですから、もう私たちの時みたいにこう陰1が1、陰2が2なんてね、ただその言葉のリズムだけで覚えてたような時代は終わってですね、もう歌なわけですよ。で、やっぱりこうね、覚えていく歌というと、例えばアルファベット ABCDEFG っていうね、これはキラキラ星かな、だキラキラ光るですもんね、キラキラ星というタイトルで合ってるかなと思うんですけど、に乗せて覚えることによって、あら不思議、 ABCD の順番がしっかり覚えられますよという、それがまあね、ABC の歌じゃないですか。だから私はククの歌をものすごい期待したわけですよね。なるほど、そういうのがもうあるんだと思って。で、ちょっとこうね、歌ってみてって言ったら、陰1が1、陰2が2って歌ってるんですよ。おっとなりまして。おっと。これは、クグの歌と呼んでいいものなのか、ちょっと続きをどうぞと娘さんに、陰3が3、陰4が4ってずっと言ってるんですよ。これね、皆さんもおやおやとなるかもしれないですけど、これ歌ではないですよね。これ私たちが言ってたやつですもん、昔から。陰5が5、陰6が6っていうずっと言ってるんですよ。おろろろですよね。ちょ、2の段お願いしていいですか、2の段と。21が2、2人が4って歌ってるんですよ。2 3が6、24が8みたいな感じでしたかね。ちょっと6のとこだけ、まあ、リズミカルになってましたけど、リズミカルとも言わないか。あらららら、と。お父さんが勝手に想像していたキラキラ星の ABCD のような、ね、ただただ陰1が1、陰2が2とかだったら覚えにくいから、何かのメロディーに乗せて歌ってる間にあら不思議言えてしまっていたねという、それが私はククの歌だと勝手に思ってたんですけど、これね、6の段とか言ってもですね、6、1が6、6、2、12ってずっと歌ってるんですよ。いや、これはちょっとタイトルに偽りありというか、これはククの歌ではない。ククです、ただの。で、ちょっと疑問に思った浅井がお父さんはですね、そのククの歌でちょっと聞いてみようと言ってね。そして、小学校で
かかってるやつがどれかなっていうのをこうね確認しながらね、いろんなところで聞けないかなと探してみたところ、子供がこれこれと言ったものがありまして、でそれをね改めてこう音源として、でもしかしたら娘が歌ってるというかリズムを取ってるのにはもうちょっとリズム、あメロディーがあるのかもしれないと思って、で改めて、あこの曲だっていうからね聞いてみたところ、あこれか、それでは行ってみましょう。1の段、なんかデゲ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 ってこうリズミカルなあの伴奏というかね前奏みたいなのがあった後、女の人の声でしたけど、イン1が1、イン2が2ってやっぱ娘が歌ってたのと同じのを歌ってるんですけど、いやいやいや、ストップこれだとククの歌ではなくて、先ほども言いましたけどククです、ただの、え私が昔から言っているね、もうちょっとだからなんていうんですかね、葉っぱ六十種とかね、私もまあ本当にシンガーソングライターなんて呼んでいいか分かりませんけども、端っこの端っこの方でまあ一応曲を作ったり詩を書いたりするんですけど、葉っぱ六十種なんていうのはちょっとこうねメロディー乗せる方としてはテンション上がりやすい、まずっていう音が入ってますから、葉っぱ、葉っぱ、お休みから入って裏側のリズム、葉っぱ、これいいですよね、ちょっと声でかくなりましたけど、ウーが入ってから葉っぱ六十四なんていうのは歌ったたたたたですから、なんか綺麗に乗っかるメロディーがありそうな気もしないでもないんですけど、ただリズムに乗せてイン1が1、イン2が2と言って、ただこうリズムに乗っかってるだけだったので、もう私細かい話ですけど、私からするとあれはククの歌じゃなくてただのククリズムですね、あれは。まあね、だから本当細かい話ではありますけれども、ちょっとねそれが気になったなということで、ククの歌というのを聞かせていただいてね、私が思ったことをお話をさせていただきました。皆さんこんな話ですけど、いつもね最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。